はい、じゃあ今日フライパンで作っていきます。ずっとリクエストも多かったので久しぶりにフライパンで作っていきます。今日は卵2個用意してますね。でご飯は今日炊いたもので、大事なのはフライパン全体の温度が大事なんで、火力どうのこうのじゃなくてフライパン全体をまず温める。でこういうテフロン加工のフライパンはあんまり空焼きしたらいけないので、ここにもう先に油入れます。で少し多めの油、これ全部使うわけじゃないんで、まずこのフライパンにこうやってなじませることが大事ですね。で温度を上げていくと、でこういうですね動画、家庭でもできるような動画をどんどん上げていきたいなと思ってるんですけど、メンバーシップ始めたので限定で投稿していきたいと思いますので、ぜひメンバーシップ入ってください。月額490円です。料理教室に通うより全然いいと思います。また応援してくれてる人、応援してくれる方とかですね、ぜひメンバーシップ入って一緒にチャーハン極めていきましょう。おいおいご飯の炊き方とかどういう状態がいいのかとか、こういろいろ実験していって、そこの家庭に合ったチャーハンを作ってほしいなと思ってます。でこういうのは必ず耐熱性を使ってください。変形しちゃうん で結構これでもかっていうぐらい温めて大丈夫です。はい、じゃあこの油切ります。で、まあ、大さじ1ぐらいの油ですね。もうちょっと減らします。これぐらいで作っていきます。で慌てなくていいんで、もうちょっとフライパンを温めます。はい、じゃあ卵入れます。でこういう油のところに入れて、まずはしっかりと卵白を固めることが大事ですね。でこの卵黄はしっかりと守ってあげる。でこういう卵白の部分にまず先に火を入れる。でこの卵黄をめがけてご飯を入れます。でここで卵黄をご飯に絡めていく。これご飯の量、ちなみに220、今日は230か、大体2泊ぐらいでやるのが一番ちょうどいいと思います。こうやって全体が黄色くなったら、このまま焼いていきます。でまあ、慌てなくていいんで、こうやってパチパチパチっていう音が聞こえる状態、こうやって炒めていく。でご飯をほぐしていく。もうこの時点でもうパラパラですね。要するに卵白の余分な水分が抜けて、卵黄にも水分は含まれているんですけど、油脂分の方が多いんですよ。なんでその純粋な油脂をご飯にコーティングさせてあげるとパラパラになりやすい。どうしても水分が一気にご飯が
ご飯に水分を吸わせてしまうと、お米全体が重くなってその分ベチャベチャになりやすいんですよ。で、火力とこうバランスが補ってないと余計ベチャベチャになっちゃうんですよね、いくら強火でやっても。あとはまあご飯の炊き方の状態ですね、そういうのもですね、今後細かく説明していきたいなと思っているので、ぜひですね、メンバーシップ入ってください。でフライパンはできたらもうちょっと大きい方がいいかもしれないですね。で鍋もできたら振っても欲しいですね。まあ振らないっていう人も中にはもちろんいるんですけど、僕はここの温度を大事にしてるんですよ。ここをご飯が舞うことによって、余分な水分も抜けると僕は思ってるので、ぜひここは覚えてもらいたい。だからここでこうイジ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 ってやるんじゃなくて、まあ、ふっくらパラパラにっていう方はっていう方がいいと思いますね。じゃあ味入れます。塩と胡椒、これはもうお好みですね。で、家庭でやる場合コクは出にくいので鶏ガラスープの粉末。昨日動画で投稿した本だしとかですね、ああいう顆粒の素を入れるといいと思います。はい、じゃあ全体が水分なく、パラパラに仕上がったので、ここで具材を入れます。かまぼこと、ネギ、ウインナーとかお肉入れたかったら入れても大丈夫です。はい、じゃあ仕上げですね。醤油とお酒、はい、できました。パラパラなチャーハン、やっぱここまでパラパラだとやっぱ香りもいいし、ぜひとも家でチャレンジしてみてください。